迅速抗原検査による COVID-19 感染症対策について発表させていただきます。私は社会福祉法人、形成会の看護師主任、岩井よし子と申します。まずは施設紹介からさせていただきます。三浦市の諸磯にございます、社会福祉法人、形成会と申します。施設としましては、特別養護老人ホーム、浜湯、定員54名、小規模特別養護老人ホーム、たんぽぽ定員29名、介護付き有料老人ホーム、アーブルベール定員30名と3施設でございます。本日お話しさせていただくのは、特別養護老人ホーム、浜湯で実際に起きた事例をご紹介させていただきます。現状では、施設内で発熱者などが発生した場合、入居者を医療機関へ移動し、新型コロナの検査を実施しています。検査結果は翌日以降になるため、感染拡大のリスクの増加、施設スタッフのシフトへの影響、移動に伴う施設スタッフの負担、医療機関側のゾーニングに伴う負担などの課題があります。そこでこれらの課題を解決するため、神奈川県の迅速検査モデルの実証を当施設で実施しました。このモデルは、高齢者施設で検体を採取し、まず抗原検査によるスクリーニング検査を行った上で、医療機関で遺伝子検査であるスマートアンプ法の迅速検査を実施するというものです。これにより、1、結果が即日判明し、感染拡大のリスクを低減。2、入居者の移動に伴う負担と感染リスクを低減させ、かつ医療機関側の負担を軽減。3、施設スタッフの拘束時間が短く、施設運営への影響を低減。4、ウイルスを不活化しているため、検体の梱包の負担が低いという効果が期待できます。当施設での迅速検査モデルの流れについて説明いたします。まず、入居者で発熱等の症状が出た際、医師に報告し、指示に基づき、施設内で看護師が検体を採取します。その際、検体は抗原検査用とスマートアンプ法の2本のスワブを採取します。次に、インフルエンザと COVID-19 のスクリーニング検査として抗原検査を実施します。抗原検査が陰性の場合、スマートアンプ法用のスワブを不活化液に入った検体に入れ、クリニックに移送し、その後、医師によりスマートアンプ法による遺伝子検査を実施します。発熱症状のあった29名に対し、抗原検査を実施し、すべて陰性。その29名に対して遺伝子検査を実施し、すべて陰性の結果となりました。本検査では、施設の看護師に負担がかかるが、看護師自体のスキルアップが図れました。また、看護師が介護スタッフに対して、検体採取と同じように感染リスクの高い口腔ケアや食事介助の際の感染対策を指導したことで、施設全体の感染症対策の質が大幅に向上しました。次に、実際に起きた COVID-19 の発生から収束に至るまでの経緯についてお話しさせていただきます。5月某日、午前9時30分、当日出勤していたパート職員が体調不良を訴えたため、病院受診を指示し、午前11時過ぎに COVID-19 陽性との知らせが入りました。急遽、連携医療機関に連絡を取り、嘱託医指示のもと、施設内の利用者68名、全介護職員68名、計136名の PCR 検査を行うこととなりました。常駐看護師2名で、検体採取を2時間で採取し、横浜のザナホーム社に検体を直接搬送し、当日の23時には全員の陰性を確認することができました。陽性者が出て、当日中に検査が完了できた要因は、
去年から導入した抗原検査が大きいです。発熱症状を訴えた利用者すべてに、その都度検査を行っていたことで、大人数の検体採取の指示が出ても、迅速に実施できました。翌日15時30分、保健所の実地調査が入り、濃厚接触者の洗い出しが行われました。入国には保健所から濃厚接触者10名に対して自宅待機の指示が出されました。濃厚接触者10名を自宅待機との指示でありましたが、施設運営上、キーパーソンとなる職員ばかりが選出されてしまい、そのまま自宅待機を実行すれば、COVID 対策としては良いかもしれませんが、そもそも利用者における日常の安全管理、健康管理が保てなくなり、その点において利用者にリスクを負わせることになります。現在の社会情勢上、COVID 対策を最優先にするべき事項であることは違いないのですが、高齢者施設では COVID 対策のみに重点を置くわけにもいかず、それらのバランスを保ちながらの対応が求められる高齢者福祉施設は、このバランスをうまく取らないと利用者に不利益が生じます。保健所より指定されていた濃厚接触者10名に対して自宅待機を行うと、施設利用者の総合的な安全性が担保できないと判断しました。そこで第1号陽性者の行動をもう一度洗い出し、濃厚接触者の中でも超濃厚接触者と思われる職員3名と、比較的接触が薄いと考えられる7名に分けました。超濃厚接触者を自宅待機とし、その他の職員を出勤させたいと、所轄の保健所と県クラスター班に相談を行いました。そして濃厚接触者の出勤前の抗原検査実施などの4つの項目を条件として出勤許可をいただきました。保健所と県のクラスター班の指導のもと、決定された方針を嘱託医に伝え、利用者の安全な日常を保つためのバランスを取りながら、より感染対策を強化するには、どのような方法が良いのかの会議が行われました。その結果、嘱託医の指示のもと、濃厚接触者7名の出勤前抗原検査を実施していくことを追加決定事項としました。やはり濃厚接触者とされているので、出勤前に抗原検査を実施し、陰性確認をしてから施設に入るというのは、出勤する側も受け入れる側もとても安心材料となりました。そして感染対策に徹するにあたり、自宅待機の職員も出てしまうと、本当にどう運営していけばいいのか頭を抱えましたが、保健所から応援職員派遣制度のお話をいただき、すぐに登録させていただいたところ、どの施設も人手不足で大変な中、すぐに応援に来ていただき、本当に感謝しかないと痛感いたしました。3日目、現場の体制を整え、この日より濃厚接触者が出勤となり、7名の出勤前抗原検査を開始しました。その中の1名から出勤前抗原検査で陽性反応を確認しました。その後、無症状感染者として療養施設に入りました。その職員は完全な無症状であり、ご本人も陽性反応が出て驚いていました。この職員を出勤前に隔離できたことで、感染の広がりを防ぐことができたのは間違いないことです。抗原検査が施設運営における感染対策で重要な鍵であることを痛感しました。そして無症状感染者からの広がりは、健康管理、確認の徹底だけでは防ぐことはできないことが改めて確認できました。4日目、保健所とクラスター班と相談の上、嘱託医の指示のもと、2回目の PCR 検査を実施し、
140名の検体採取を常駐看護師2名にて実施しました。約2時間弱で全員の検体を採取し、バイク便によって都内ダナホーム社のラボに検体を提出しました。同日23時30分、嘱託医より利用者1名の検体から陰性の範囲ではあるが、軽微な増幅反応が出たと連絡がありました。本来 PCR 検査は40回の増幅サイクルを行い反応を見ますが、45サイクルまで念のためダナホーム社が確認し、増幅反応が認められました。本来他社のラボでは40サイクルで止めて陰性確認となるところ、ダナホーム社の配慮により発見されました。そしてその利用者はもともと個室利用者であったため、入室は必要最低限とし、翌日看護師が出勤するまでは不必要な入室を禁止としました。5日目、看護師が感染対策を行い、当該利用者の検温を実施、体温38度、SPO295% を確認、嘱託医に報告したところ、抗原検査の指示があり実施し、4分で陽性反応を認めました。嘱託医に状況を報告し、搬送先が見つかり入院となりました。そして現場の体制を再度調整にあたり、陽性者に関わる濃厚接触者3名の隔離を実施し、新たなゾーニングエリアの設置を行い、健康観察と抗原検査を一定期間毎日実施しました。同日に体調不良者が出て、嘱託医に報告し、抗原検査を実施、陰性確認をするとほっとしました。搬送前に抗原陰性を確認しておくことで、受け入れ先もすぐに受け入れ OK となりました。そして施設ではやはり日々体調不良者が出てきます。しかも同日の高熱者ともなると緊張感も増します。しかしそこでまず嘱託医指示のもと抗原検査を実施することで陰性確認が取れると安心度も全く違いますし、さらに対応も変えなくて済むという利点はこの状況下において大きいことでした。感染か否かわからないまま人数の減った現場スタッフに個室隔離とそれなりの対応を要請するとなると、現場の状態が逼迫してしまうことが予測されます。15分ほどで結果が分かり、その後の感染予防策を迅速に進めることができるという施設での抗原検査の利点は、かなり大きいものと考えられます。この頃になると、現場もだいぶ落ち着き始めました。当初、COVID 対策のみに重点を置くことで、介護がしにくくなる問題点がただ出現していましたが、そこを両立するためにどうしたらいいのか話し合い、即解決し、実行に移すことを繰り返し行ってきました。結果、これ以上の感染者もなく、無事収束となりました。職員2名、利用者1名、以上3名のみの感染で終わり、クラスター発生には至らず、収束できましたが、こうして時系列にして振り返ると、以下の4つが極めて重要なことが分かりました。1、局面ごとの対応を30分から1時間以内に方向性を出す施設としての方針決定のスピード。2、打ち出された方針を速やかに実行できるように普段からの体制づくり。3、嘱託医と緊密に連絡を取り、細かい指示をもらったり、不明点、気になる点、ちょっとした利用者の容態の変化があれば、すぐに問い合わせを行う。4、そして何より感染拡大させずに、早期に収束をさせるという職員の意思の統一と連帯感。COVID-19 が怖くない職員なんていないが、これらを徹底することで、職員に安心感を与えられ、不必要な混乱を避けることができたと思います。このフローが確立されているかいないかで、
現場の今後の動きが全く変わってくると思います。抗原検査導入時は、ただ結果が早く分かり安心という漠然に思うだけであり、どう生かされていくのか全く予想もできませんでした。しかし実際に施設内で COVID-19 感染者が発生し、現場に入ると、このフローの繰り返しがどれだけ感染拡大予防の大きな指標となり、現場の負担の軽減につながったかは計り知れません。県から迅速抗原検査導入の機会を与えられ、こうした形で実証することができて大変勉強になり感謝しております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。